界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。花尾西です。ホムです。はい、どうも、はい、今日はですね、出玉対決を僕らとしたいって言ってくれる方がいらっしゃったので対決していきます。はいはい。ね、なんとね、今まで僕が出会ったことないタイプの方なんですけど、まあ、パチンコ歴はまだ1年経ってないそうなんですが、うん、釘を読んで、まあ、台を回転数を把握するっていうよりは、お店のデータ、サイトセブンどうでしたっけ？サイトセブン、データカウンター、その他ホールが公開している情報などなど。はいはい。ちょっと完全に違うところ見てましたけど、はいはい、そういうの情報を見て回転数を、どちらかというと理解して立ち回っていくみたいです。はい、僕そういうタイプ今まで見たことなかったんですけど、うん、はい、楽しみにしてます。はい、で、僕がまあ普段仲良くさせてもらってるマッツンさんと一緒にまあやってると。パチンコ一生教室を編集してます。はい、ということで。ブログですよね。ブログです。うん、はい、ということで。生意気なこと言ってるんでボコボコしたいって思います。はい、噛んじゃいましたけど、はい、大丈夫、これで使います。はい、頑張ります。じゃあバイバイ。どうもー、12月27日の結果発表です。はいはいはい。今日はね、まあ、冒頭でもお話したんですけど、ホムさんという方とバトル対決してきました。はいはい、ね、で結果どうだったかはね、また別の、動画でお伝えしたいなと思ってる次第ですが、はいはい、まあ、そこは触れずに、はい、今日の結果どうだったか、うん、うん、まあ1店舗目ね、そのホムさんと戦ったお店で、まあ、特定日だったんでね、うん、行ったんですけど、はい、僕が今まで東京で打ってた、うん、中では、いや、そんなに調整良くないなっていう感じで、うん、そうね、なんかちょっと、まあ、肩透かしとまではいかないけど、はい、期待には届かなかったかあるよね。そうですね、うん、はい。そこで何言ったか、ちょっとまあ西野さんがまず話していくんですけど、いや、何言ったっけな、うん、一発目に打ったのが、うん、ウルトラセブンをですね、のアマレージですね。はい、アマレージ打って、はい、はい、でそんな万年なっつって、まあまあ、10日1の設定1のボーダーぐらいありましたけどね、19とか20とか。はい、うん、まあね、特定日でなんていう感はあったけど、はい、そうですね。で、2人ともラッシュ入ったんですけど、うん、なんか設定、まあ、いくつ以上これが出れば濃厚みたいなのが全く出なかったので、うん、まあ、まあ多分1かなと思って見切った感じですね。だね、うん、6だったらかなり美味しいじゃないですけど、うん、おしょうがないね。はい、うん、でその後大移動して、うん、刑事とかね、本当は座りたかったんですよね。はい、して、うん、座りたかったんですけど、結局まあ座れず、はい、うん、で見つけたのが、岐阜堂の、はい、うん、M6X のですね、はい、へそ1個返しのやつです、うん、うん、あれを打ちました。はい、うん、あれはまあへそそこそこ愛したけどね、うん、うん、でも22回とかだったかな。そんなありました？21、2とかでなったっけ？ああ、そうですか。僕はやったの19回ぐらいだったかな。マジで？あ、そんなだったの？19、20ぐらいかな。うん。回ってる感出るよね、あれね。はい。そうなんですよね。回ってる感あるけど、1個返しとかあんま回んないですよね。ね。どんどん儲かんなくなってくるからね。まあ、それを打って。で、そこそこ出たんだよね、そこで。はい。何発出たかあんまり覚えてないけど。あ、俺一番2000発ぐらい回収したの。はい、でそこで事件が起きて。事件も起きたんですか？事件起きたんですか？もうね、はい、6500円の現金と12000発ぐらい、はい、持ってたんですよね、カードにね。そう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 。で、はい、まあ飯行くかっつって、はい、で飯に出かけたわけですよ、3人で、あ、じゃあ2人で、俺とカラコで。はい、うん、ね、行って帰ってきて新法解くかなと思ってカードを出そうと思ったらなかった。カードをなくしたずっと騒いでましたからね。あれねえねえねえっつって、そうあれと思って最初違うポケット入れたのかなと思ってこうやっていろいろまさぐってたんだけど、もう一個出てこず、うん、で3周ぐらい全部触った時に、うん、もう僕の顔が青ざめたのがすぐ自分で分かったんですけど、はい、こいつはやべえと、はい、で店員さんすぐ呼んで「すいません」と「ここにカード入ってませんでしたかね」つって、はい、もしくは落ちてませんでしたかね」つってもういろいろやってくれて、結果20分後ぐらいにはねトントンつって「これありました」つってカード持ってる店員さんが出てくるなんてことあるんですね。うん、奇跡だって言われた店員さん、もうラッキーパターンでしたとか言って言われて、まあなんか言い方悪いだけどよかったと思って回して安心したと思って。どうやって見つけてきたんですかね。そうなんか、まあ、その彼が言うには、はい、その僕が落としていたと。で僕はアマデジ見てたんですよね、うん、戻ってきた時に、うん、ラインチェックでそこで落としてたっぽいんですよね。で落とした後、はい、誰かがそれを拾って、うん、それをなぜかその近くにあったアマレジの台に差し込んでたらしいんですよ。で、まあ、なんか玉数とかね現金とかって表記されてる状態のまま放置されてたんですって。でそれをたまたま多分カメラで追っかけてね、うん、なんかここにありそうだなみたいな風で多分調べてみようと思うんだけど、うん、それで、まあ、特に現金も使われておらず、はい、玉も使われておらず無事な状態で帰ってきたっていう、そういう奇跡があったっていう、そんな日でしたよ。マジで焦ったねえ、うん、超焦った。本当にごめんお騒がせしたまあね僕はさすがに帰ってこないと思ってきましたけど、うん、そこはね僕はまあ僕も込みの収支減らすっていうつもりでしたからね、僕はもちろん。まあまあありがたいけど、そんな鬼じゃないですから僕は。そこはちゃんと自分で責任取ってくださいとは言いませんよ僕は。いやそんなことそんなことあるんですね。ねよかったよ、マジでよかった。俺はマジで焦った。でも僕どうなんですか、悪いお客さんでも使ったらだってあしゃっとかなりつきますよね、今の時代ね。うん、なんか全部わかるみたいなね、使われてるよとかさ、どこで使われてるとかね、うん、何やってとかね、うん、うん、らしいんだよね。うん、うん、はいはい、うん、まあ事なきを得ましたよ。よかったですね。はい、はい、でまあ新法打って、うん、はい、西村さんもちょっと当たってとですね。だからそんな期待値そこそこだったけど結構当たっちゃって結果は良かったっていう感じになっちゃいましたね。そんな感じだったね。はい、うん、当たりが軽すぎたね。うん、で2店舗目ですね。その後まあまあそこまで期待値ねえなってことでまあ、バトルを早めにちょっと切り上げさせてくださいって言って、うん、ホームさんもあまり調子よくなさそうだったんでね、話し合って。2店舗目行ったお店では結構エヴァが調整良くてね、うん、うん、まあ22か3ぐらいあったかな、うん、うん、上出来だよね。うん、うん、そう、そこでも結構ずっと連チャンして、うん、出たね最後西野さん席立ったらね、うん、なんかピコンって当たって確変引いてね、うん、おまけ付きまりましたからね。ね、時短終わった後の数回転でしょ。うん、はい、すごい素晴らしかった。西村さんちょっと他の店ちょっとチェックしに行っちゃったんでですぐ戻ってきてくださいっつって、そうそうそう、9時10分15分ぐらいの出来事だよね、あれは。よかったよかった、はい、っていう感じでした。はい、結果はプラス12万ちょいぐらいかな。ああ素晴らしい、12万ぐらい。ありがとうございます。大勝ちです。大勝ちだよ、久々だね。ねえ、よかった、本当に安心しましたね。安心した。うん、ちょっと安心。うん、まあそんなに期待値的には良くなかったんだよね。うん、あれでしたけど、うん、今まで食べてきた期待値もあるからね。うん、はい、っていう感じでございます。はい、じゃあ明日も頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、じゃあバイバイ。